渡辺美穂と INI 木村正也がダブル主演する映画『あたしの』より新キャストとして斎藤渚と山中重太郎の出演が発表合わせて斎藤を演じる谷口美月成田演じる山中重太郎のキャラクタービジュアルが公開された写真「渡辺美穂 ×INI 木村昌也 W 主演」映画『あたしの』実写映画化決定本作はヒロイン失格 先生君主など数々の大ヒットラブコメ漫画を生み出してきた高田桃子による同盟漫画の実写映画化。最高に前向きな青春をかけた学園ラブバトルエンターテイメントだ。正直で嘘がつけず思ったことはすぐに伝えてしまう土直球で生きてきた関川あここと心の奥を見せられないあここの小学生からの大親友、谷口美月高2の新学期初日。 学校一の人気を誇る一つ年上の先輩、三友直樹がまさかの留年により二人の同学年に降臨。即一目ぼれしたアコこ,こと、好きではないと言いながら怪しい動きをする三月。これは負けられない恋の戦いの始まりなのか。先日映画化が発表されると、瞬く間に X でトレンド1位、ヤフー。リアルタイム検索でもトレンド1位となった本作。 大反響の中、この度追加キャストが解禁された。アココの大親友であり、ナオミをめぐる最大の恋のライバル谷口美月谷口美月役には、元イコールラブの斎藤なぎさ。本作の出演を受け斎藤は、撮影はとても楽しくて、毎朝現場に行くのが楽しみでしたと振り返り、美月はあざと可愛いい、ぽわぽわした、何考えているかわからない女の子ですが、 実は友達思いで、計算しているようで計算できていない、応援したくなるような不器用な女の子だと思って演じさせていただきましたとコメント。そしてナオミの親友で、アココたちの良き相談相手となるイケメンクール男子、成田蒼い久し、成田を役には、M。LK の山中重太郎、撮影中に褒めて伸ばしてくださった監督と成田という役柄を一緒に作っていきましたと語る山中は、 それぞれから相談が来ても誰も傷つかないようなアドバイスをする、成りらしい優しさで立ち回っていくところを見ていただけると嬉しく思いますと見どころをアピール。そんな二人を撮影現場でも見ていた原作者の高田桃子は、臆病でどうしてもあざとくなっちゃう三月、下手すれば敵を作っちゃうかも。なのに、渚ちゃんの演じる三月はその不器用さが愛しくなっちゃうような三月でした。 みんなの見守り役の成田もとっても素敵でした。と愛情たっぷりの絶賛コメントを寄せている。